エリック・オーランド・ヤング・ジュニアは、アメリカ合衆国ニュージャージン州ミドルセックス郡、ニューブランズウィック出身のプロ野球選手。宇藤良田。メキシカンリーグのワアハカ・ウォーリアーズ所属。通算465盗塁のエリック・ヤングを父に持つ。2003年の MLB ドラフト30巡目で、コロラドロッキーズから指名され、翌年の6月に入団。 2009年にオールスターフューチャーズゲームに選ばれ3、ラン本塁打を記録している。8月25日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビューを果たした。コロラドロッキーズ時代2012年は196打席で打率。316、4本塁打を記録して成長を印象づけた。8月8日には球団史上初の先頭打者ランニング本塁打を放った。 2013年6月12日にディーフとなった。2013年6月18日にコリン・マクヒューとのトレードでニューヨーク・メッツへ移籍した。移籍後はロッキーズ時代とは別人のように活躍した。最終的に同年は46投塁で初のナリーグ投塁王のタイトルを獲得した。2015年2月13日にアトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結び、 4月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ブレーブスでは35試合に出場し、13アンダーで2本の三塁打を放つなど高い総力を垣間見せた面もあったが、総じては打率169、3 16投類と大不振だった。6月5日にディーフとなりマイナー契約に切り替えて残留した。2015年8月22日に 金銭トレードでメッツへ移籍し、9月1日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。メッツでは18試合で盗塁を3つ決めたが、ヒットは放たなかった。2015通年では53試合の出場で打率、153.5打点、6盗塁という成績に終わり、2013年からの2年連続、 30投類以上を含む5シーズン連続2桁投類の記録が途切れた。2016年1月5日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーした。2016年8月31日に金銭トレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。9月2日にメジャー契約を結んで、 レギュラーシーズン終了までヤンキースでプレーしたが、6試合の、出場で1盗塁、打席に立ったのは一度だけでアンダーは打てなかった。10月6日に40人枠を外れる形で参加の、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースへ配属された。2017年1月24日に、ロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 開幕は、参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズで迎え、マイク・トラウトが、故障者リストしたことにより、5月29日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。5月30日のブレーブス戦で8回にアローディス、ビスカイイノから、シーズン初本塁打にして2014年以来3年ぶりとなる本塁打を記録した。7月13日に40人枠から外れ、 トリプル A 級ソルトレイクに降格した。8月29日にバドノリスの故障者リスト入りに伴いメジャーに昇格した。11月3日に FA となったが2018年1月8日に再びマイナー契約を結んだ。2018年も開幕をトリプル A 級ソルトレイクで迎え7月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 オフの10月29日に FA となった。2019年2月11日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月22日に解雇された。2019年3月26日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。7月23日に解雇となる。 2019年7月28日にメキシカンリーグのモンクローバス・ティーラーズと契約。2020年1月24日に放出された。2020年2月12日にメキシカンリーグのアハカ、ウォーリアーズと契約を結んだ。父譲りの俊足を誇り、2013年には史上初めて親子で盗類王となった。守備位置はもともと二類種であったが、2011年からは、 外野手としての出場の方が多くなっている。ありがとうございます。